えーどうもどうも雪の中よくぞこんなしみったれたところへお運びいただきまして <laughs> えー、えー、我々の方でよく欲張りケチの話なんてのをいたしますが欲深き人の心と降る雪は積もるにつけて道を忘れるなんて言うんだね特にひでえのは夢ごでもって、ね、こんな雪の日にはいい話だ <laughs> 「百両欲しいよー」「おいなんだいくまのやつは寝てまで金のことを言ってやがるよあのケチは」「二百両欲しいよー」「<laughs> おいばあさんやちゃんと戸締まりはしてあるかいこんな雪の降るシーンとした晩だよあんな大きな声。 そそっかしい泥棒が金勘定でもしてるかと間違って押し込みに入ってきたらかなねえや。これちょっとあけんかそれ見ろ泥棒を呼び込んちまったんじゃねえのかいこれ <laughs> 分けたことを申すな船を一層頼みたいだけだ。えあお客様いやーこれはこれ失礼いたしました。主がそっとど前へ降りび窓から と外を覗いてみるってえと人癖ありそうな侍が雪の中不釣り合いな若い娘を連れて立っていた侍の方は年の頃は三十4号髪はボウボウここから地の語りお侍と娘の姿を丹念に,に語って二人の姿をくっきりと描き出すところ色白で目元の涼しいまことにいいごきれおで身なりはきちんと整っていて侍の姿とはまるで趣が違います実は 妹と芝居見物に参ったところあいにくこの大雪でなすまぬが深川まで屋根船を一掃仕立ててくれぬか。えー、申し訳ございませんそれが船頭どもはみんな出会っておりまして百両しよう <laughs> おい上に誰かいるのではないか えあの上にいるのはねえ確かにえ船頭なんですがね強欲なやつでしてこの難易な日に船へ出せしたらお客様にいくら吹っかけるか分かりませんえ失礼があってはいけませんので構わんそやつでいいから呼べ